おはようございます。4月20日、9時19分、モーニングショットをお届けしたいと思います。えー、まず本日、えー、ドル円に関しましては、えー、買い、おしめ買いのイメージで見たいと思っております。えーまあ、107円の3020以下でおしめ買いのイメージでございましたが、えー、これを作ったときっていうのは、まだ107円の50代後半から60近辺。 での値動きだったかと思います107円の4丸近辺も打診買いでいいかなというふうに考えましたが今ちょっと8丸の手前まで上がってきてしまいましたなかなかその4丸近辺の打診買いもちょっとできない感じかなというふうに思っていますあのストップは7の1丸割れで行って、えー、まあ6円台後半をもう一回買ってみるようなイメージで考えておりました利食いは7円の95から8円の丸5ぐらいでイメージを出しました 次に108円の、えー、1丸を超えてくるとお、その上に並ぶ移動平均線、えー、ちょうどお、まあ、200日だとか21日とか90日線とか、いろいろ並んでおります、えー、そういったものがあるので、えーまあ、一,般あの一発でなかなか109円台近くまではこう吹き上がることはないと思いますが、それでも、えー、全体的にです、ねえー、流れとしてはちょっと上をやりたい。 冷やしでそのダブルボトムが綺麗にできているので、もう一回108円台どこまで上がれるのかを確認をしに行くようなイメージで現状は見ております。ユーロドルは大きな三角持ち合いの中で、まあ上値1.09の063にある21日線、この辺りで売って上値抵抗線5円1.0935でストップ。利食いは1.08の3525でイメージを出しました。 ユーロ円は上値が重たく117の2535で戻り売りからという,ふうに考えておりますが、えー、例えばこれはあのユーロ円もポンド円もそうなんですけど、えー、ドル円が大きく吹き上がった時というのは当然瞬間的にクロス円が上がります、えー、なのでその瞬間的にはそのユーロ円やポンド円の売りを一旦外して、えー、ドル円がどこまで上がるか見てあとクロスの値動きがどうなるかを見てもう1回そこで売り,あの,売りの差しで例えば売りたければ 差し値をもう一回入れ直してもいいのかなというふうに考えます。八円の一丸を超えて、えー、ドル円が跳ねた場合というのは。私は多分クロス円の売りは一旦消すだろうというふうに考えています。えー、ユーロ円は、まあ、百十七の二五三五で、戻り売りで、ストップ百十七の五五で。ええー、利食いは六円の五五四五ぐらいでイメージを致しました。 今ドル円が80を越して瞬間的にちょっとストップつけて今、78レベルまで押し戻されております、ポンド円は134の7585で戻り売りを、ストップ5円の1号においてリグイは3の7565でイメージ、21日線が133円の66近辺まで上がってきてますので、それに動きは要注意、あと、冷やしの雲が急激に下落をしてますので、それも注意をしたいというふうふに思います。 えー、OG 円、あのー、これはあ,のー、あんまり、あのー、慌てて売りたくないなという感じです、えーまあ、68円台後半まで上がるかどうかを見たいという形で売り目で様子見をしたいと思います、えーまあ、68円の7585ぐらいで、えー、イメージをしていてストップは69円の10でリグイは67の8070で売り目で様子見です。えー、ニュージーエンも イメージあんまりはっきり湧いてないんで、えー、65円の4555とかはあのー、重たそうだなと思います売り目で様子見をしたいです、えー、イメージは65円の4555で売ってストップは65円の85で利食いは64の3525でイメージを出しました、えー、OGNUGN はまあ売り目様子見なので差し値はしないで、えー、ちょっと様子を見たいなというふうに考えておりますまあ、108円台、えー、その 1超えれば、えー、跳ねる感じはありますが、えー、これ、超えないようでしたらまた、あのー、垂れてくる可能性も当然ありますし、リグイを考えている方たちも多いかと思います、あんまり追いかけて、えー、8円近辺を買うのはまだ、あのー、現状では得策ではなかろうという気はしておりますすまままたたた何かございいいいしししらよろしくお願いしたいと思います、えー、これででモーニングショット終了です。